体細胞分裂の話でございます。体細胞分裂。どうか、この辺ちょっと、この辺の酸素を出します。体細胞分裂。細胞の中で染色体っていうものが含めて2つの細胞になっている。中学校の時にもやってるそうなんですけども、その体細胞分裂っていうものが、生物が発生する過程、発生っていうのは卵から個体になる、受精卵から個体になる過程を発生と言いますけども、発生の過程ですとか生物が成長する過程で起こるわけですけれども、この体細胞分裂、の、様子を今日、先のこの時間で、迎える大まかなところ説明をいたします。ちょっとこれ色々に染めてありますけど、細胞の中のこれ染色体というものが今見えています。でこの染色体が、2つの細胞に分かれていて、だん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 太く短くなっていって、それが染色子とか染色体とかって名前が変わったりしますけども、教科書では全部、ひっくるめて染色体と言ってますが、その染色体が、赤道面というところに一箇所に集まって、まだこの辺のやつウロウロしてます。こんなとこウロウロしてます。ここまだウロウロしてますね。こっちこういうしてここに今集められて、で全部一箇所集まるとギューッと2つの細胞に分かれて、で両側からこれくびれが、これ動物細胞ですね、くびれが出てきて2つの細胞になっているこういうのを、体細胞分裂と言いますけども、体細胞分裂で発生だとか成長の過程で行われる体細胞分裂では、遺伝子というものを持った、細胞の中に遺伝子というものがありますけども、その遺伝子を全く同じ遺伝子を持った細胞を、作る、同じ遺伝子、ここの細胞とここの細胞、一つの体の中の、発生してできた一つの体の中の細胞の、ここが持っている細胞の遺伝子、遺伝子が何なのかの話ちょっと後でしますけども、その同じ遺伝子を、持つ、そういう細胞を、作りましょう。そういう分裂を体細胞分裂というものでやります。問題はこの遺伝子というものが何なのかというのをきちっと理解することです。遺伝子、DNA という分子の中に入っていますけども、これは、何をするかというと、僕たちの体の中で働くタンパク質を作ってくれます。タンパク質の勉強は以前酵素のところでやりました。酵素というものがタンパク質でできているという話を、ちょっとしました。遺伝子が持っている情報はタンパク質を作る情報です。タンパク質、体の中にいろんなタンパク質ありますけれども、そのタンパク質を作る命令文といったらいいんでしょうかね。タンパク質をこうやって作りなさいというそういう情報を持ってます。いろんな遺伝子があるんですよ。目玉、交際を茶色にしなさいだとか青くしなさいだとか、血液型を A 型にしなさいだとか B 型にしなさいだとか、例えば耳垢をカサカサにしなさいだとか、耳垢をしっとりしたタイプにしなさいだとか、いろんな遺伝子があるんですけども、その遺伝子は何をしているかというと、本当はタンパク質っていうものを作っている。そのタンパク質を作る情報が遺伝子というものの中に入っております。タンパク質、この前カタラーゼの勉強していただきましたけど、具体的な例で言うと、例えば酵素、ね、酵素、酵素っていうのがあって、基質群っていうのに結合して、酵素基質複合体っていうのを作って、酵素基質複合体を作ったら基質群の一部分、弱いところが分解されて、酵素群から離れると基質は分解されて、また酵素群は結合できるようなぐる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 繰り返すという酵素、化学反応を触媒する、生物の体の中の化学反応を触媒する、酵素もタンパク質でできています。それから細胞膜のチャンネルの話もお伝えしましたね。膜のチャンネル、
覚えておいてでしょうか、ね、細胞の表、細胞膜っていうのはリンシシックっていう油の二重膜のようなものでできてるんだよ。でその細胞膜にチャンネルっていう特定の分子だけを通すタンパク質っていうのがぷかぷかモザイク状に浮いてるんだよ。でこのチャンネルが開いたり閉まったり開いたり閉まったりって開いたり閉まったりすることによって例えばナトリウムのイオンだとかがこう入ってきこれるようになったり、ね、カリウムのイオンが出ていけるようになったりというようなことが起こります。これもタンパク質でございます。膜のチャンネルポンプっていうのもありましたけど、これもタンパク質でございます、それからもっと身近な例で言うと筋肉そのもの、筋この動く筋肉の、を作っている、筋フィラメントっていうんですけど、フィラメントこれはもう少し勉強すると実際にあの顕微鏡でこう見ていただきますけれども、ミオシンとかアクチンとかっていうですね、フィラメントがありますから、こんなようなものこれが全て、などなどでございますよ。これだけではないんですよ。全てタンパク質でございます。で、これらのタンパク質がどんなものがどの細胞でできるのか、どの細胞はどの酵素を作るのか、どの細胞はどの膜チャンネルを作るのか、どの細胞がどんな、フィラメントを作るのかということによって、細胞の、働きが決まります。細胞の働き機能って言いますけども、細胞の働き機能細胞の機能が決まる、僕たちの体の中に60兆個ぐらいの細胞がありますけれども、細胞のそれぞれが特定のタンパク質を作って特定の機能を持って、それが全部うまく働いて1個の、生命体を作っているわけですね、ですから遺伝子はタンパク質を作ることによって、タンパク質の情報を担うことによってタンパク質を作り、そのタンパク質が細胞の機能を決定しますから、遺伝子が直接ではないんですけども細胞の機能を決定しているというふうに考えてもいいわけです。実際にそのようになっております。その遺伝子というものが、DNA という物質の中に存在しています。遺伝子、先ほどのこの動画で言うと今なんかモヤーのように見えたんですけども、あの中にもっとさらに細い繊維が、DNA という分子が入っているんですけども、とてもとても細い DNA と呼ばれるデオキシリボ核酸といいます。これは知っておいた方がいいと思います。デオキシリボ核酸と言いますけれども、このデオキシリボ核酸っていう、物質、この中にある文字情報として、文字情報だったらアデニンチニングアニシトシンという化学物質の情報として、入ってるんですね。それが遺伝子、本体なんです。どこにあるのかっていうと、1個の細胞に必ず1個核がありまして、その核の中に存在しています。核の中以外にあるものもあるんですが、ごく一部ですが、基本的には細胞の核の中、どんな細胞にも核が1個ずつ、どんな細胞にっていうと語弊がありますけれども、核のない細胞もありますけれども、その核の中の染色体と呼ばれるもの、染色体、核の中の染色体に存在している。